生物学、生物生物の分類、軟体動物軟体動物とは、軟体動物門に分類される動物の総称、後生動物、前口動物の分類群である。軟体動物門は、貝類を含むほか、二次的に貝殻を創出したウミウシ、クリオネ、ナメクジ、イカ、タコや、原始的で貝殻のない少数の種を含む、接触動物門に次いで大きい門であり、 ミキサイのものを含めると10万種以上いると推定されている。海には最も多くの種類が生息し、すべての綱に海生種が含まれるが、淡水には複足砂と2枚が合いの実が、陸上には複足砂の実が生息し、種類数では淡水に生息するものが最も少ない。体のサイズは1ミリメートル以下のものから、食案を含めると体長20メートル以上になる。 ダイオウイカまで多様な種が存在する。体型にも様々なものがあり、ミミズに似たフナクイムシやクラゲに似た半透明の生物ゾウクラゲなども特殊な形に進化した軟体動物である。なお、二枚貝そっくりのシャミセンガ貝やホオズキ貝などはワンソク動物、フジツボやカメノテなどは甲殻類で別の動物群に分類されている。 軟体動物門に属する動物は、例外はあるものの、以下のボディプランを持つことが多い。肺は三肺陽性で。陽性はトロコフォア内シベリジャー。ただし頭足類は直立発生を行う。外頭と呼ばれる膝を持ち、そこから炭酸カルシウムを分泌して殻を作る。名の通り骨格がなく柔らかな体も、殻を持つことで外敵絡みを守ったり、姿勢を保持したり、 感想を防いだりできる。ただしタコやナメクジ、ウミウシなどからを退化させた種類もいる。体内の外灯空という部分にエラを持ち、外灯口内に水を出し入れすることで呼吸を行う。アサリなどの2枚以外は、この時に取り入れた水の中から餌をこし取って食べる。また、イカやタコなどの糖塞類は、外灯口内の水を勢いよく吹き出して、 ゼット噴射の容量で素早く移動することができる。ただし、カタツムリなどは、外頭空が肺に変化していて、空気呼吸で生きることができる。殻をどのように発達させ、どのように体にまとうかが、軟体動物の各群の特徴ともなっている。ただし、この殻で身を守るという特徴は、同時にその体を鈍重なものとする面もある。重い殻を持ったグループは、 泳ぎ回ることも跳ね回ることも難しく、固着するか、ゆっくりと這い回る行動しか選べない。また、重い殻は、その大きさをも制限するものである。むしろナメクジやタコイカは殻を失ったことで自由な運動能力を得たという側面がある。軟体動物の最大種も殻を失ったイカである。体勢そのものに共通性を見出したい。板類、板類、無板類は、 左右相称、腹肺が明確で、先端に、口、後端に肛門がある点で分かりやすく、これらは、軟体動物の基本的な体勢を色濃く残している、原始的なものと考えられる。二枚貝類と角貝類は、殻の中に全身を潜り込ませ、活発な運動をしなくなったものである。そのため、運動器官である足は移動のようあまりなさないようになり、頭部が退化している。 巻貝類と等速類では内臓を殻の中にすべて収め筋肉質の足を外に出して活動することから内臓の配置が中央に集まってしまっていて体が前後方向に大きく寸詰まりになっている不活発な動物が多いため発達した感覚器の目立つものは少ない等速類と腹速類以外では明確な頭部が見られない大板類や 単板類では頭部が区別できるが、外見的には目や触覚などの構造はない。それらでは多くの感覚器は体表に細かく埋め込まれたようになっている。腹足類と頭足類では頭部に体をなす目があり、特に頭足類のそれは動物界全体で見ても脊椎動物と並ぶカメラガンである。腹足類では他に頭部に触角がある。頭足類では足が分かれて、 触手となっている。単板類、多板類、複足類はほぼ同じような足を持つ。これらの足は、動物の腹面に前後に細長く、幅広い筋肉質の面を作るもので、粘液に覆われ、平坦な面に吸い付くことができる。筋肉をうねらせて滑るように移動するもので、これが、軟体動物の祖先的な形態と考えられる。運動速度はあまり得られないが、張り付いて、 殻に閉じこもる吸盤のような効果も持っている。同時に砂や泥の表面ではあまり安定しない移動方法でもある。これらの動物の多くは硬い基盤上に生活している。泥や砂の上で暮らすものはやや特殊な形の複足を持つ例がある。他方、二枚貝類と角貝類は砂や泥などに適応した形で足は縦長になって砂に潜り込ませて安定する。 それにその形を変えながら突き出しては、引き込むことで全身が潜り込む運動が可能となっている。その特徴が、両者の別名、不足類と掘り足類に反映している。これらと大きく異なるのが等足類で足を触手とし、また、外頭膜を水を噴出するための不意語のように使うことで遊泳を可能にしている。彼らの祖先やオウム街では殻にガスを貯めて、浮力を得ている。 イカやタコの一部では、さらに該当膜にヒレを発達させた。副足類にも遊衛性のものがあり、例えば翼足類は浴場に発達した足を持つ。典型的なら旋乱滑が見られる。初期の妖精はトロコフォアである。いわゆる送信経類はそのまま伸長したような形で、生態になる。貝ガラーモンではその後に、ベリジャー妖精という段階を持つものが多い。 これは殻を持ったプランクトン型の要請である。初期にトロコファを持つことは、関係動物との類縁関係を示すものと理解されている。そのような要請を経ず、直接発生する例も多く、特に炭水産のものでは、卵体制なども見られる。日本産の種数は、日後、後藤1993より、軟体動物軟体動物の分類は、 系統解析により一部修正が施され2018年現在は体全体を覆う大きな殻がある有核類と石灰質の棘を持つ有極類に大きく分かれるという仮説が有力視されており軟体動物の綱これら二つには以下のように分類される有核類は綱レベルの単系統性は多くの場合保証されているが綱レベルの系統関係は2018年現在 一致を見ていない。有極類は20世紀後半には、側系統だとみなされていたが、2018年現在は、単系統として復活している。また、大板綱と短板綱に共通性を認める、シリアリア仮説があったが、分子系統解析の観点から2018年現在は、支持されていない。カンブリア機の祖先、編集微クシアの模型以下の七軍が、軟体動物の祖先内し。 それに禁煙と考えられている。これらを軟体動物に含めるかどうか、含めるとして、どう位置づけるかについては、議論がある。その他、編集ヘルシオネラルイヘルシオネルイラ絶滅群。噴火靴なロストローコンクア絶滅群。二枚以外に似るが、殻の背側は二枚以外のように分離していない。多くの種類が、食用や薬用などで人間に利用されてきた。 貝塚カ等から、先史時代より貝類が人類の食料になっていたことが知られている。古代ローマでは、食用として、カキが養殖されていたという記録も残されている。他にも、アコヤ貝などが生成する真珠は装飾品として、珍重され、貝殻を増眼等の装飾に利用する例もある。貝殻収集も、趣味の一つとして行われる。また民族面でも、カタツムリは各地に、 多くの故障を持ち、子どもたちにも親しまれている。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A A B A C A D I A F 二本動物学会二千十八 P P 六十八から六十九 A B C D E F G H I J K F 田 P P 百三十六から百三十七石川まさ逃走類犬クメまた三 段活間、無脊椎動物発生学倍空間。1957年9月30日。376から384ページ。ABCDEFGHIJKLMN。大藤田、PP136 から137。AB 藤田、PP136 から137。軟体動物の分類と、系統関係東京大学。 総合研究博物館、佐々木武志里氏、系統時は、日本動物学会 2018pp68 から69より、解説は表中にある通り藤田より、日本動物学会 2018pp68 から69、日本動物学会 2018pp68 から69、ありがとうございます。